11月18日、1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて422円と6銭安、3万8220円と85銭でした。日経平均反落しました。トピックスは 19.88 ポイント安の 2691.76 でした。日経平均トピックスともマイナスで、プライム全体の 52% に当たる861銘柄が下落、上昇銘柄 44% に当たる726銘柄であります。下落数が多く日経平均トピックスマイナスという難聴な1日でした。今日は半導体関連株中心に大型株が特に弱い動きとなりまして、総じて難聴というプライム市場です。グロース250指数は 6.69 ポイント安 1% の下落でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均結局4万円に近接した先々週あたりから結局先週は下押しされまして、今日は先週の水準からもさらに一段安という状況になりました。アメリカで半導体関連株が週末に売られたハイテク株安ということで、その流れを東京市場も引き継ぎました。もっとも今週20日水曜日ですかね、アメリカ時間で20日水曜日に NVIDIA の決算発表を控えています。ここで NVIDIA の決算がよく、 NVIDIA が強い動き見せそうですと、アメリカのハイテク株が週末にかけて強さを取り戻し、東京も連動と、そうしたシナリオも想定できますが、今日のところは一旦ハイテク売りという東京市場でした。東京エレクトロンも結局弱い動きでした。先週末に陽線をつけて、なんとか下げ止まるかというような雰囲気は出たんですが、今日結局マイナス、355円安 1.6% の下落でした。また東京市場の主力銘柄を見ていきますと、銀行株ですね。銀行株、高値圏にあります。日本の長期金利がじわじわと上方向を目指していると、そういうこともあって銀行株高いところにいますが、今日は一旦小休止。三菱 UFJ は13円と50銭安 0.7% の下落でした。今日の東京市場、先週末のアメリカ市場からのハイテク株売りの流れが東京市場でも続きまして、日経平均トピックスとも難聴な一日となりました。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。